日本放送アナウンサーの吉田のです「NOTV」で毎週火曜夜7時から生放送している吉田久範がアニメで企んでる次回はこの方長浜博監督悪の花のの花時から数えて4回目の登場です今回はあの伊西監督が初めて命を懸けてもやりたいと思った作品虫し完全新作となる特別編「批判影のことをお伺いします。吉田久範がアニメで企んでる次回は1月7日火曜夜7時から。